種さんですね。あの、お種さん、お久しぶり。お種さん、今2階のお侍さんと一緒にいるんですね。そうよ、私はすっかり変わった。一さんが知ってる私は別の女。そんなことはありません。足のまぶたの裏にはやっぱり美しいお種さんしか見えません。目が見えるのと見えないのとどっちが幸せなんだか。一さんは私が大工の嫁になってるとばかり思ってたでしょ。ええ、それはそう思っておりました。あれからいろんなことがあったのよ。女って業の深いものね。一旦男ってものが信じられなくなると糸の切れたタコのよ。風の間に間に男から男へ。今の人田中蛾十郎っていうの。ああ、腕の立つお侍さんですね。どうして。え、他人にはあまり好かれない人だけれど、男と女の巡り合わせってこんなものかしら。食べていくために二人してずいぶんあくどいこともやったのよ。そら、あの暮らしの赤なんてな、これはもう誰にでもつきます。それがあっしはお種さんはやっぱりあっしにとっちゃ昔のまんまのお種さんでございます。一段むごいこと。目が見えなくてよかった。今の私を知らないで。私、一さんにだけは会いたくなかったの。